今回は名詞表アプリの「大運年運月運日運」について説明をします。画面のこの真ん中に黒い帯がありますがそれぞれをタップすることで「大運法運年運月運日運月始元明、関係性十二運諸星術個性」などを切り替えて表示することができます。 大雲法因をタップしてみると、大雲とその年の法印が表示されます。大雲は通常の市中水面のような単純な大雲通変ではなく、中心性と大雲通変から求められた大雲変換雲のことを言います。この場合は、 中心性変因大運通変因呪で大運変化運が合在ということになります。また CC と表示されていますがこれは運勢のランクです。中心性支柱水明の場合同じ大運通変合在でも成り立ちによって吉凶や 運勢ののレベルが変わりますので説明しやすいように AAABBCCCD B, と7段階のレベル分けで説明をしていますこれは大運変化運と年運結果運月運結果運に表示されています大運変化運のコメントは タイトルとコメント本文に分かれていますコメント本文はタップすることによって拡大表示されスクロールして見ることができます右側には今年の法医運が一覧表示されています中心性市中水名の場合法医運は固定ではなく毎年変わります それぞれの方位の吉強やコメント吉強星も表示されていますこの画面の一番下には見よう未弱があります見よう未弱で重要なのは一番左の季節による見よう未弱とその次の中心性による見よう未弱ですが右側の2つも 全体のバランスを見るときに使います。次に、年運のタブをタップしています。年運も、中心性支柱水明の場合は、大運変化運と年運変化運から求められた年運結果運になります。また、成り立ちによって、吉凶や運勢のレベルが変わるので、 運勢のランクがあります左側は年運結果運右側は途中経過運といって年の最初1年の始まりは立春まあ大体2月の4日ですが年の最初から数ヶ月の結果運に切り替わるまでの運勢ということです 次に月運のタブをタップしてみますその年の月運が表示されます左側は1年の月運の一覧があります先ほども説明したように立春から始まりますので2月から始まっています右側は現在の 鑑定月この場合は2022年7月ですね。その現在の鑑定月のコメントが表示されています。次に日運のタブをタップしています。その月の日運が表示されます。この場合は7月ですので、7月の 日運となりますが月の始まりは節入り日から始まりますのでこの場合は7月7日から8月6日までが7月ということになります。次回は先天雲の月始元命関係性十二雲処世術個性の部分を説明します。 今回はここまでです。